ドロホイは、ルーマニアのボトシャニ県に属する都市、ジジャカワの右岸にある。モルダビア北部の高地で産出される木材や農産物の市場があり、毎年6月12日には、近隣諸国からも商人が集う大規模な市が開かれる。1408年に、モルダビアのアレクサンドルジェル軍と、ポーランド・ハンガリー王との間で条約が締結された地として、初めて歴史上に登場する。 このことは、モルダビアに国家が建設される以前から、ドロホイが商業の中心地であったことを匂わせる。ルーマニア王国家では、ドロホイ県の県都となったが、ソビエト連邦に占領されるとただの自治体になった。1940年7月1日に、地元のユダヤ人に対する怒りから、ルーマニア軍の部隊がポグロムを起こした。 当時のルーマニアでは反ユダヤ法やユダヤ人の財産の没収など反ユダヤ主義の強い世相であったがルーマニア政府はこの事件を全任しなかった。問題が明らかになるとポグロムを沈めるために軍隊が派遣された。モルドバ公シテファン3世が建てた教会が残る。ドロホイにユダヤ人が入植したのは17世紀のことである。モルダビアのもと ユダヤ人の同業組合が組まれた。第一次世界大戦中は苦難を経験した。ホロコースト作戦中は難民が入植し、ユダヤ人は急激に増加した。1947年には7600人を数えた。イスラエル建国後は徐々に減少し、1956年には2 7 5三人、百六十六年には千十三3人。 2000年には49人になった。2010年6月28日から29日にかけての夜、ドロホイの北東部を中心に洪水が発生し、6人が亡くなった。川の水位が1メートル以上上昇した箇所もあり、数箇所で道路が削られたり冠水したりした。バルカン諸国に1週間にわたり、降り続いた大雨は30日の朝まで、 ルーマニア北東部を流れ続けた。ありがとうございます。